やっぱりね、最高のカレーを作るには精神力が大切だと。笑わない心、不動の心を手に入れないとダメだから、今日はそれを鍛えようと思います。笑ったら即終了。不動の心を手に入れて作るカレーが世界一のカレーやって先生も言ってた。絶対言ってた。早く終わるのだけは避けたいからね。逆に果たして笑えるのかなっていうね。何の匂いだろう。エニグマの匂いする。やっぱね、油断ないよね。油断して笑うよ、結局。こういうのって。なんか面白いことがあったとかじゃなくて、油断ないよね。多分俺のことがね、幼馴染とか言ったら分かると思うんやけど、俺今眠いんよね。こんなん小学生しか笑わんよね。昔ね、全然仲良くないやつに電話かかってきて、めっちゃ寝起きやったよね。これ笑ったか分からんやっていう。4畳半のあれみたいやな、師匠。寝起きで俺の中のスパイ魂がね、火を吹いて、これ寝起きってバレんようにしようと思って、平然を装って電話出たんやけど、そんな仲良くない人なんやけど、そんな仲良くない人なのに、はいもしもしって言ったら、あ、寝起きって言われて、俺の中のスパイ魂がね、ちょっとズタボロにされた。要は何が言いたいかというと、寝起きっていうか眠いの多分バレてると思う。なんか若干目赤いか。7時ぐらいなんやけどね、今。いつもこの時間に寝るよね、俺。最近。さっき酒飲んだでか、俺。こんなつぶつぶがあることを初めて確認した。このつぶつぶによって米がね、サラサーティコットン100、米を剥ぎ取れるわけだから。油断せずに行こう。油断せずに行こう。油断せずに行こうで、ちょっと、陰踏もうか。こういうの考えて思いついた瞬間が、やっぱね、一番危険なんや。フラン・ケルビボン。ケルビボンってなんだっけ？魚卵テテ秘宝。いつもと同じ網戸カタンタンの匂い。いつもの同じ網戸越しの風の匂い。なんか生き物みたい。魚系に似てる。やばいかもしれん。これ永久に終わらんかもしれん。よう考えたら一人でおって笑うことなんてないやん。永久に終わらんわこれ。おー、美味しそうなサンドイッチがあるね。おー、動くのか。最近のサンドイッチはこんなにも最先端なんだね。じゃあいただきたいと思いますよ。いただきます。ヘニー。風強いな。久々に酒飲んでさ、喉が渇く感覚が久々やわ。ここは砂漠か、砂漠か、砂漠の宮殿か。なんかに似てね、俺の顔。なんか美人女性モデルの誰かに似てた。今のはボケとかじゃなくて、マジでなんか誰かのモデルの人に似てた。女の人に。誰かわかんないけど。救急車呼ぼうかな。呼ぶかーい。マジで終わらん、これ。あんま早く終わりすぎるとあれやなと思ってたけど。全然終わらん、これ。終われ。もう笑っちまうか。天候でね、スマイルすりゃいいだけやからね。こんな。3、2、1。やんないけど。ベラ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 こう喋ってるのが一番いいと思うよね、こういうのは。なんか、あんまり深く物事考えずにさ、思ったことを素直に言っていけばいいんじゃないかなって思うんやけど、これ。汚い。ちょっと毛汚いな。もうなんで毛って汚いって思うんだろうね。こんなに高尚なもんで。毛を一神教とした宗教を俺は作りたいけれどもね。ちょっと暑いね。本当に最近暑くなってきたね、本当に。ちょっと脱ごうか。ちょっと、やめとくか。タトゥーバレるの嫌やしね。タトゥーないんやけどもね。ピース、ギースっていう芸人みたいな。イデミズみたいな名前の人の。めっちゃ好きなんやけど、TikTok のチーモンチョウチューじゃないの。あ、すいません、みたいな。私はここら辺で有名な演出者です。よろしく、みたいな。ビヨンドね。懐かしいね、ビヨンド。ビヨンドもどきみたいなんで撮ったわ、俺。久々にビヨンド使いたいわ。野球したいとかじゃなくて、ビヨンドしたい。今はもう、てかもう、まだあんのかな、ビヨンドって。高くてね、友達の使っとったわ。いちじく食いてぇ。食ったことないけど食いてぇ。食ったことないもん食うっていうのはいいかもしれんね。ヒ素とか。ちょっと疲れたってもう、長いって。終わんねえよ、これ。俺の気が緩むのを待つしかないんか、これ。僕は、シャンディガウだ。とっくにね。自分で自分を笑わすのが、こんなにもむずいとは。一人で喋ってりゃ勝手に笑ってるんやけどね、いつも俺。確かに。キリスト教の布教来たね。俺初めてやわ。結構も長いこと一人暮らししてるけど、初めてやわ、そういうの。宗教の布教が。男の二人組で、どっちもアメリカ人で、日本語喋って、英会話とか興味ないですかみたいな。ああ、いいです。って言って。
すごいな宗教って。なんかこう日本に住むためにもなんか宗教の力でなんかそういうルールありそう。なんか普通に働くよりなんか特殊な優遇されてそう。そういうのって力はすごいよね。やっぱキリスト教の諦めも肝心や。ギラファの小切りクワガタ感あるな。今寝るとダメなんだよ俺は。生活リズムを戻したいから9時ぐらいに寝ると戻んないから、もう今生活リズムがマジで終わってるから、寝たい時に寝てたらもう終わるよ。それが分かった、それが分かっただけで俺は同じ。ありがとうギラファ。俺負けねえから